ゲーム動画で行こうです。全日本選抜経理3日目準決勝を予想したいと思います。まず、10レースです。こちらはメンバーになっております。はい、展開ですけど、えー、先攻は吉沢と見ます。で、原田は、あの、後ろで足を貯めて巻き返しま、巻き返しじゃないかと思います。 3番手が欲しいと思っているのが胡椒と山崎じゃないかなと。ここは、あの、まあ、ずっと取り切るか、あの、折り合うかなんですけど、最終的には、まあ、胡椒が取る可能性が高いのではないかなと思います。で、えー、胡椒が取り切って巻き返す。 ま、巻き返すと言っても、今日も、あの、ほぼ直線勝負だったんで、まあ、まくり追い込み気味に、坂口にコースがあるような仕掛け方をするんじゃないかなと思います。はい。えっ、ー、と、予想ですけど、そこでですね、吉沢の係がすごく、あの、いいんじゃないかなと見まして、 え、番手の諸橋から行きたいと思います。で、古生とその後ろにつける坂口ですね。で、えー、古生と山崎でもつれた場合は、吉沢の前、残りがあるんじゃないかなと。で、一応山崎も書いてあるんですけど、まあ、可能性としてはちょっと低いんじゃないかなと。 胡椒が、まあ、慌てて踏んで、早めに踏んで、それに乗るような形でしたら、まあ、スピードに乗ればあるのかもしれないですけど、少し低めに見ました。胡、ま、椒、あ、と山崎からも、あの、は、裏を返しておきたいと思います。次が11レースです。 ここはあの、平原武田の関東勢が SQS 班です。はい。えー、っと、ここはですね、唯一3人のラインの千葉が一番先手を取りに行く可能性が高いと思います。ま、山中も、基本的にはあの、まくりの方が多いタイプではあるんですけど、 まあ一番行きやすいのかなと。稲垣がどうするかなんですけど、稲垣が4番手を取れるっていうのはまず考えにくい。まあ平らに取られてしまうんじゃないかなと。そうすると、稲垣浮いてしまうんで、それならばっていうことでもう叩いていく可能性もあると。 まあ、叩き合いになるとしても、山中が、まあ、先手をそのまま奪ったり、稲垣が叩いたとしても、まあ、平原が4番手を回れる、4番手、もしくは稲垣、村上の後ろにスイッチして、3番手を回れる可能性は高いんじゃないかなと。まあ、1771は、それぞれ3.7倍とか7倍台で、 オッズが安いんですけど、どうしてもこの辺は必要なのかなと。で、山田も、二次予選はスピードの良さを見せて、えー、一着一着で勝ち上がって、好調はアピールしてるんですけど、やはりここに来ると、あの、平原の上手さが上回ってしまって、 え、壁になってしまうんじゃないかなと思いまして、と、山田は、あの、外してみました。えー、2着候補としては、え、前残りとして、村上と中村を挙げてみました。最終12レースです。はい、ここは、えー、新田が登場いたします。 えー、ここですけど、まあ、一番先行の可能性は高いのは山田だと思います。で、木暮れが、ま、4番手。中段を確保したいと。で、ニッは、まあ、後方に他のラインは置きたいと思うので、うさらに前を取ってるのは日田だと、ニッのラインだと思うんで、 下がって巻き返しだと思うんですけど、坂本が同期ということもあって、北日本の後ろにつけてるんですね。まあ、新田はそれほど気にしないと思うんですけど、もしかしたら、あの、山田がゆったり押さえてくると、あの昔よくやってたように、突っ張ってしまうんじゃないかなと思います。 で、えー、予想としては、新田が引いて、えー、山田が先手取って、木暮れが中断で、で新田が多分、まあ、坂本がついてるんで、ホームぐらいから早めに巻き返していくんじゃないかなと。その時に佐藤ついていけるのかなという疑問はあります。 で、佐藤が、佐藤、坂本が離れてしまって、新田が単独で行った場合、そこにはまれる可能性が一番あるのは、木暮れたと思います。なので、7球が本戦。それからですね、山田が逃げて、村上が番手まくり行った場合、その後ろにいる四季王の前残り、7号。えー、仮に新田が突っ張り先行した場合、その後ろにいる佐藤から、 ニッタの残り目と3番手にいる坂本龍馬。この4点を挙げてみました。いかがでしたでしょうか、はいえー、ゲーム動画で以降うではブログとツイッターもやっております、えー。説明欄に記載してますので、よろしければ見に行ってください。えー、また、えー チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。はい。えー、この画面上に、えー、関連動画、動画リストも流しますので、よろしければあのそちらも、えー、ゲーム関係中心にやっておりますので見に行ってください。ありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。